どうも、ラムチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は最強キャラクターのひとしら、ついに仲間にすることができました。何度も何度も戦ってどうしても勝てないので、今回はセーフティーで行って倒しました。全クリをした後に仲間をもう少し増やしてから再度挑戦していきたいと思います。まあ、今回はとりあえずっていうところですね。で、ステータスがやばすぎる。チートキャラとはまさにこのことなんでしょうね。すべて無効、そしてステータスは999です。で、スキルもめちゃくちゃ強いですよね。この晩餐もいいし、ジャベリンレイン、これがすごくいいと思うんですよね。特大で全体で、さらに技封じまで付加する、これはやばいと思います。で、打つセミも入手したんですけども、おそらく1回周回するごとに1つしか入手できないですよね。これね、耐性を上げたいけども、ジャベリンレインとバンサンも入れたい。まあ、まずは耐性かな。うん、体勢を入れることによって結構自由度が出てきそうなんですよね。まあ、とりあえず入れてみましょうか。体勢を入れることによって、この無効反射、これをね、もう入れなくて良くなったのよね。うん。だからこの3つが開くので、だいぶ自由度が出てきた。で、今、この氷属性のこの技を入れてるんですけども、まあ、後々、村雲にね、変えようとは思ってます。まあ、とりあえずこれを入れて、で、奈落と、皆殺しですよね。で、残り3枠をどうするか、だよね。まあまあ、殺しと、あ、地獄のマスクも入れれば、さらに、デバフにかからなくなるのか。おう、で、もう一枠何にする？何にしよう。おう、ラスタキャンディーとか別に入れなくていい気がするんですよね。そうね。あ、そうかそうかそうか。物理を二つ入れていいんだ。村雲と、ひとしらのさっきの技？あれを入れたらいいんだ。そうかそうかそうか。ま、とりあえず、マスクと殺しをちょっと入れてみようかな。こんな感じで入れてみました。まず攻撃技を1つと、プレロマを2つ。で、地獄のマスクと奈落のマスク。これ、重複しますよね。しますよね。で、殺しと皆殺し。で、不屈も欲しいですよね。となると、攻撃技もう1つ入れたいってなると、地獄のマスクかな。地獄のマスクを抜いて、もう一つ攻撃技っていう感じですかね。多分それで正解だとは思うんですけども、いや、もう一周しなきゃいかんか。まあ、とりあえず、これで今日は戦ってみましょうか。とりあえず、通常のダグザと戦っていきますね。ジャベリンレイン、どんぐらい入るんでしょうね、技封じ。ああ、確実ではないかね、やっぱね。なかなか入りにくいですよね、封じって。なかなか入りにくい。もうちょっと確率が上がれば、すごく使いやすいと思うんですけども、ちょっと難しいですよね。おお、いきなり溜めてくる？そう簡単には入らん。で、今、クレオパトラをとりあえず育ててます。うん、普通に使ってみたら結構強かったですね、あれ。いや、めちゃくちゃ強いか。あのデバフは卑怯なぐらい強いですよね。入らんな。入らんけども、でも十分強いですかね。ちょっとこれでいいか。わお、ふう、おい、やられた。ちょっと待って、すっげえ強い。とても技封じが入る感じではないです。もう諦めるか。
いや、もうちょっと頑張ってみよう。バンさんどれぐらい強い？あ、バンさんダメージあるね。バンさんダメージかなり高いです。そうかそうか、攻撃力もバンさんで、技封じも狙えるジャベリンっていう感じか。でも、なかなか難しいよね。やっぱり効かないか。はいはい、ということで戻ってきました。今日は最強キャラクターのひとしゅらを仲間にしてみましたけども、めちゃくちゃ強いですね。で、うつせみがすごく良かった。もう主人公がすべての耐性が無効化されましたので、スキルがね、選び放題になったんですよね。で、とりあえず、もう一周頑張ってみて、村雲と、さっきの技、なんだったっけ？ジャベリンか。ジャベリンレイン。その二つを入れて、編成をし直そうと思います。それで多分間違いないと思うんですけどね。はい。まあ、とりあえず、それを狙ってやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。